はい、では皆さんこんにちは。こんばんはですね。こんばんは。本日は台湾について聞き台湾国立高雄大学のイベントにご参加くださり本当にありがとうございます。では早速今回も3名のゲストスピーカーをお呼びしてイベントを行っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、じゃあまず私の自己紹介からで、本日の司会を務めさせていただきます。山野さくらと言います。出身地は大阪府東大阪市で、学科は国立高雄大学ではなく淡江大学の外国国際関係学科で学んでいて今4年生です。で、主な活動としてはこの今日のイベントを行っている日本台湾教育センターでのアルバイトや、あとちょうど今週末に行われる台北のファッションショーイベントのなんかリーダーを務めていたり、あとは環境問題に関する情報発信をインスタグラムなどで行っています。本日はよろしくお願いします。はい、では先ほどもちょっと載せていたんですけれども、本日のイベント中の注意事項をもう一度私の方から言わせていただきます。まずゲストスピーカーが話しているときは基本的にミュート設定でお願いします。で、もし都合がよろしければできればカメラはオンでお願いします。やっぱり皆さんのリアクションがあると私たちも、あとゲストスピーカーのみんなももっと話しやすくなるのかなと思うので、ぜひよろしくお願いします。で、質問は随時チャットでも受け付けているので、まあ、何か今日これ聞きたいっていうのがあったらチャットでいつでも聞いてください。で、もし途中で接続不良になった時は同じ URL から入り直していただくと、もう一度入室許可出しますのでお願いします。はい、じゃあどこから参加していますかっていうところで、右下のチャットの欄にぜひ皆さんが今日どこから参加しているのかをぜひチャットで教えてください。お願い。お、淡水、淡水ね、淡水、淡水、私も淡水です。沖縄、お、沖縄、沖縄、沖縄、ナングルナイサー、沖縄、新大久保しかわからん。コメント見たい。沖縄多いな。沖縄多い。沖縄しかわからん。皆さん結構沖縄からが多く、あ、私は大阪です。さっきも言いましたけど。沖縄ばっかりや。じゃあ皆さんチャットの使い方バッチリですかね。OK かな。じゃあぜひ何か質問があればここから何でも聞いてください。はい、では次に今日のタイムテーブルの紹介いたします。先ほどイベント説明を行いましたので、この後早速ゲストスピーカーの方に自己紹介していただきます。で、その後に簡単に国立高雄大学ってどういう大学なのっていうのを3人の方に紹介していただいた後に、事前にいくつかいただいている質問に一つずつまたゲストスピーカーのみんなが答えてくれます。で、最後に、途中であった質問に私ゲストスピーカーの子たちがその場で答えてくれるので、Q&A タイムがあります。で、最後終わった後、最後にイベントのアンケートの回収だけお願いしてますので、少しだけ残ってイベントアンケートの記入ご協力よろしくお願いします。はい。では早速自己紹介タイムなんですけども、あ、このイベント本当にリラックスして気軽にリラックスして思います。はい、じゃあ早速自己紹介タイムということでゲストスピーカーのみんなお願いします。はい、岡本翔也と申します。大阪府の八尾市出身で、僕は、管理学部のアジア太平洋交渉管理学科というちょっと変わった学科に所属しています。で、今4年生で22歳です。で、活動としては高雄大学のこの国際センターというところで、いろんな外国人向けのイベントをやったり、あとはまあ新規留学生とか交換留学生のサポートをしたりします。あと学学会というのはこのアジア太平洋交渉管理学科の中でイベントをしたりしています。野球部とサッカーサークルにも入っていて、まあ、各週2回ずつぐらい練習して、で大会の時期になったら大会に行ってっていう感じですね。以上です。
と紹介は。はい、ありがとうございます。じゃあ次、さつきちゃんお願いします。はい、飯山さつきです。同じく大阪出身で、学科は運動健康レジャー学科っていう学科に入ってます。まあ、日本の大学でいうスポケンプラス観光学科みたいなのがくっついたような学科です。で、今4年生で、授業以外の活動だったら、まあ、アルバイトで日本語学科の教材作りのお手伝いみたいなことをしたり、あと家庭教師もちょっとだけ1年ぐらいやってました。で、あとは国際交流イベント、その国際センターのやつのイベントでソーラン踊った時にその振り付けとかを しました。で、で、学科内のイベントではダンス踊ったり、カメラ撮影の係やったりみたいなことしてます。あと高尾のなんか牧師さんと一緒に聖書の勉強会やったり、なんか台湾の原住民の村を訪れたりみたいなこともしてます。で、左上の写真はなんか私たちの学科はなんか実習やらないといけないんですけど、去年の夏休み2ヶ月間台湾のリゾート地でホテルのベルスタッフで働いてました。はい、以上です。はい、ありがとうございます。なんか日本語学科の教材作成めっちゃなかなかやってる人いないんじゃないかなと思ってびっくりしました。楽しいです、うん、ありがとうございます。じゃあ次、最後お願いします。はい、名前は中村隆也です。出身地は同じく大阪府の箕面市という大阪の北の方に住んでます。学科はさつきさんと同じく運動健康レジャー学科ということで、学年は自分はまだ3年生です。で、まあ、主な活動としては、先ほど2人もおっしゃったように高尾大学の国際センターでなど、あと学科内のイベントで、まあ、学科の中で自分たちも助走してダンスさせられたりとかしてました。で、また、日本語の家庭教師もちょうど学科の先生の知り合いの息子さんを今、教えています。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。3人自己紹介ありがとうございました。ちなみにさつきちゃんと翔也くんと私は高校から知り合い で、あと3人とも全員大阪出身なので、今日は、まあ、4人の大阪出身組でこのイベントを進めていきます。はい、じゃあ次にですね、国立高尾大学はどういうところなのかっていうのを簡単にこちらも紹介お願いします。はい、高尾大学なんですけど、高尾ってみんなどこかわかりますか？結構南なんですけど、この地図にあるみたいに台北が一番上で、高尾めちゃめちゃ南になります。そう、まあ九州で、まあ、九州と大体台湾って同じぐらいの面積なんですけど、まあ言ったら福岡が台北で鹿児島あたりが高尾みたいな、そんな感じの位置づけかなって感じで。なるほどなるほど、めっちゃわかりやすい。ありがとうございます。はい、こんな位置に位置している高尾大学は、じゃあ次どんな大学なのか紹介お願いします。まず、自然豊かで広々としたキャンパスということで、高尾大学は郊外の地域の広い土地にキャンパスがあります。なのでキャンパス内のいろんなところに、緑が生い茂っていて、まあ、授業の合間とか移動が結構、多くなるので、その時とかにも、心身ともにリフレッシュすることができます。間違いない。また、広いキャンパスなので、運動とかしたい人とかも、運動にも最適です。で、次に、立地的に勉強に励める環境ということで、まあ、先ほども少し述べたように、郊外の地域にあるので、まあ、都会にいるよりはそういった、まあ、遊びたいなっていうような誘惑とかも、比較的少なく、しっかりと、まあ、留学本部は一応勉強なので、学業にも励める環境だというふうに思います。で、最後は、親切な国際事務所ということで、まあ、先ほど自己紹介でもしたんですけど、国際センターのことなんですけど、まあ、自分たちのような留学生をお手伝い、まあ、申請とか手続きとかいろいろとお手伝いしてくれる場所なんですが、そこが、とても親切で、どうしても中国語は自分たちの母国語じゃないので、どうしてもわからない部分とかもあると思うんですけど、そこも質問すれば、しっかり教えてくれるので、安心して大学生活に臨むことができます。はいはい、ありがとうございました。こんな3つの素敵なポイントがある高尾大学ですが、実際どんな学科があるの気になる方も多いと思うので、こちらも簡単に
紹介してもらいます。ここに書いてるのは全部じゃないんですけど、だいたい有名だったりおすすめ人気がある学科をちょっと書いてます。で管理学部だとアジア太僕の所属しているアジア太平洋交渉管理学科っていうのは、まあ結構外国人も多くて、今日本人だと4年生、3年生、2年生、1年生各学年に1人ずつ在籍していて、他にもインドネシア、マレーシアをメインにすごくこう外国人からも人気のある学科かなと思います。はい人文社会科学部は、まあ、特に人気があるのは東アジア言語学科。これはめちゃめちゃ特徴的で、ベトナム語と韓国語と日本語に分かれてて、結構国立大学でベトナム語とか韓国語を学べるとこって全然ないと思うんで、めっちゃここは高尾大学のおすすめとこです。運動レジャー学科も結構珍しい、全然他の大学にこの3つが合わさってるとこっていうのは少ないと思うんで人気あります。はい、はい、じゃあ次のページ。法律か、法律学科はでもこの高尾じゃない、台湾の南部だと法律のがある学科が結構少なくて、学校が少なくて、その中でも高尾大学の法律系はすごく強いというか、うん、強くて結構施設も整ってるらしいので、法律、台湾の法律に興味あればぜひっていう、はい、はい、ありがとうございました。次、工学部の紹介。工学部は日本人はいないんですけど、うん、あ、そうなんですか。でも外国人生徒、マレーシアとかインドネシアの人たちは結構行ってる、うん、電気工地学科は結構人気があって、土木とかもなかなかない学科で人気があります、はい。興味のある人はスクリーンショットしてください。なんか大きいキャンパス大きいんで、それをうまいこと利用して、なんか外での活動も、うん、野外活動みたいなの結構多いみたいです、うん。なるほど。ありがとうございました。いかが、人気のある学部の紹介でした。じゃあ次に、実際気になる方もめっちゃ多いと思うんですけど、台湾人から見た国立高尾大学のイメージが以下の通りです。紹介お願いします。台湾人、僕の友達の台湾人に何人かに聞いてみて、まあ、大体主だったのが、まあ、国立の中では中級ぐらいで、で、知名度がまだちょっと少し低いかなっていうのと、あとキャンパスが先ほども言った通り広いです。あと言語系の学科が強いんですけど、国立の中で低い、中級っていうのと知名度がまだ低いのには理由があって、2000年に創立し、できて、創立されて、まだ歴史が浅いっていうのがあるんですけど、その中では、そのまだ20年ぐらいの中では、すごい成長スピードで、まだまだ発展途上という感じですね、僕たちと。生まれた年が近いので、うん、でキャンパスが広いっていうのは、まあ、すごいいいことではあるんですけど、学部同士の距離がすごいちょっとあるので、それの移動が大変かなというところです。大丈夫ですかね。あと大丈夫、失礼しました。いえいえ。で何やろ、でキャンパス、そうですね、でも今、発展途上ってさっき言ったと思うんですけど、まだいろんな建築物が建っていってるという状況です。で、言語系が強いっていうのは、先ほども言った通り、英語、でベトナム語、韓国語、日本語の学科があって、それ以外にもインドネシアとかベトナムとか、そういう系の言語の授業も受けられるんで、すごい面白いかなと思います。うん、確かにな、韓国語とかベトナム語とか、そういうのを学べる学科ってなかなかないんじゃないかなって思います。結構珍しいと思います。めっちゃ珍しいなって思います。はい、じゃあ次がメリットと、まあ、なかなか普通の説明会では聞けないちょっと、まあ、実際行ってみてここが不便だったなっていうデメリットの部分も一緒に紹介してもらいます。だいたい言おうと思ったことを結構みんな言ってくれたんで、言ってくれたんですけど、
そう言語があのいろんな言語が学べるってところで、私もこれまで取った授業で言うとベトナム語、インドネシア語、うん、スペイン語、フランス語とか取ったことがあって、まあ、他にもタイ語とか原住民の言葉があったりもするんで、なんかそれも これから取っていきたいなと思ってるんですけど、そういうなんか語学が好きな人とかにはなんかめっちゃもってこいのだなって思います。で、あのデメリットの4つ目のところで、外国人生徒があの多くないっていうふうに書いたんですけど、だいたい今外国人生徒250人いて、まあ、全校生徒が6000人くらいなんで 4% とかなんですけど、その中で、まあ、アメリカ人とかアメリカとかヨーロッパからの人たちはめちゃくちゃ少なくて、もう1桁ぐらいしかいないです。うん、で、まあ、その代わりそのアジアの、まあ、マレーシア、インドネシア、香港とかベトナム、日本っていうのが大体を占めてます。で、なんか最初外国人多くないのってちょっとなんかデメリットかなってめっちゃ思ってたんですけど、意外といいところもあって、なんか多くないからこそすごいイベントごとがしやすいっていうのがあって、なんか結構頻繁に外国人でのイベントが行われてて、今度もクリスマスの時になんかみんなでお出かけみたいなことをするんですけど、あと新入生歓迎会とか他にもなんかパーティー的なこともあったりするんで、結構なんかそれはめちゃめちゃ少ないからこそいいところだなって思います。結構仲良くなりやすいなっていうふうに思います。で、自然、すごいキャンパスのこと言うと自然豊かで SDGs に力入れてます。結構なんか最近注目されてると思うんですけど、高尾大学めちゃめちゃ力入れてて、なんか池がこんなにあったり、めちゃめちゃ緑豊かで、なんかソーラーパネルとか風車とかだったり、すごいいろんなことをしてます。だからなんか今後注目されていくかもしれないなと期待してます。で、新しい学校なんでまだ知名度は高くないんですけど、施設とかがすごい新しいっていうのと、スポーツ施設もすごい多いっていうのがメリットです。あとは、まあ、高尾なんで台北に比べるとすごい生活費とか学費は変わんないけど、生活費とか家賃がすごい安くて住むことができるっていうのがいい点だなっていうふうに思います。まあ、郊外なんでちょっと市内に遊びに行くってなったら、バスに20分とか乗って MRT 乗らないといけないとか、まあ、キャンパス内自転車で授業に行かないといけないとかはあるんですけど、大体そのメリットデメリットで言うとそんな感じです。はい、気になることあれば他に何か質問チャットでしといてください。後で答えます。はい、いろいろありがとうございました。なんか実際私も先々週に高尾大学行った時に、本当にもう緑たくさんで、あのサイクリングできる場所もすごい広くあったのと、あと国際事務所の方、先生方がすごい優しく歓迎してくださったので、本当にアットホームな素敵な国際事務所だなっていう印象を受けました。はい、じゃあ次がそんな高尾大学一番の推しポイントは何かっていうところで、こちら、はい、お願いします。はい、まず伸び伸びとしたキャンパスライフを外国人生徒が活躍できる高尾大学ということで、この写真見てみたら、写真の真ん中下に僕が一応いるんですけど、これは僕が開催したイベントで、だいたい総勢400人から500人ぐらいの観客が集まったんですけど、これほとんど、もうこれ全員が外国人、幹部というかスタッフ全員が外国人で、台湾人の生徒とかを集めて、観客として集めてやったんですけど、もう、こんな、何もできなかった、もう何もできない僕でも、みんなと話し合いながら、なんとかこんなイベントを作れたんで、まあ、皆さんならできるんじゃないでしょうか。日本人はどれくらい、あとで。19人です。19人です。今のところ、でも今4年生が結構多くって、後でチャットで、あとの Q&A の答え。後で答えます。じゃあ。はい、じゃあ次に、今、さっきまでちょっと高尾大学について紹介してもらったので、大体、あ、こんな大学なんだなって分かってもらった後に早速、
まあ、皆さんから事前にいただいた質問にゲットスピーカーの子たちに回答していってもらいたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあまず入学前の質問で、うん、1つ目が日本の大学ではなく台湾の大学を選ばれた経緯を教えてください。こちらどうですか。はい私の場合はあんまり日本の大学って結構学費とかめちゃめちゃ高いなっていうのが思ってて、でそんなに特に行きたい大学とか学科っていうのがまだ高校生の時なくって、で海外にずっと行きたいっていう気持ちはあったんですけど、海外こそやっぱ高いじゃないですか。だから、まあ、ちょっと諦めてる部分があったんですけど、台湾やったら学費もめちゃくちゃ安いし、まあ、日本の4分の1くらいで生活費も安いし、中国語が習得できるっていうのもいいなと思って、もともと語学にも興味があったんで、中国語とその学費と、まあ、日本とすごい歴史的な関係があったり近いっていうのもあって、なんか総合的に見ていいなと思って選びました。で、まあ、翔也君はお兄ちゃんが、まあ、行ってた台湾の大学に入学したっていうのもあって、なんか割と早めからもともと知ってて、まあ、僕は中学校3年生か高校1ぐらいの時にはもう大学はもう台湾って決めてて、うん、もうすごいもう中学生高校の時はもうダラダラするのが好きで全く行動力なかったんで、大学に日本の大学行ってもダラダラするんやったら台湾の大学行ったら、まあ、うんうん、強制的に何かやらされて何かしやなあかんことになるかなと思って追い込んで自分で追い込んでみました。大事大事、追い込むこと同じ。まあ、そういった経緯でたつきちゃんと翔也くんは台湾大学を選んだということで、次の質問が、台湾の大学に入学するには学校の勉強以外にどのようなことに力を入れればいいですか。多分これ気になることこうめっちゃ多いと思うので、ぜひアドバイスお願いします。勉強以外やったら、まあ、クラブ活動とかボランティアとか、学校のなんか自分やったら体育祭の応援団の幹部やったり、文化祭で劇作ったりとか、なんかそういう学校のイベントごととか何かしらこうアピールできる部分をなんか作ってました。でもっとやったらよかったなって思うのは勉強のことなんですけど、英語とか中国語はもっともっとやっとけばよかったかなって思います。あとはなんか日本のことをもっと知っといた方が、政治とか歴史とかなんかもっと知っといたら、いろいろ聞かれることが多いんでよかったなっていうふうに思います。はい、なんか今さつきちゃんが言ったことを私もすごい、あ、私もそうやなって思って、なんかやっぱり中国語英語どれだけ勉強しても実際台湾に来るとやっぱついていけないこと、1年目はやっぱちょっとついていけないことが多いし、あとは政治のこと、結構日本ってどうなのとか日本人はどういう意見持ってるのっていうことをすごい聞かれるので、ちょっと日本の政治来る前に調べておいて自分の意見を何かしら持っておくと、その、うん、大学の授業とかで聞かれたときに答えれるようになるのかなと思います。はい、あとちょっといいですか。あとちょっと今思いついたんですけど、うん、日本の漫画とかアニメが好きなら、結構見といた方がいいと思います。いろんなんか全然マイナーなめっちゃ聞かれるよね。全然知らんねんけどっていうやつでも、もう台湾人知ってるので割と自分答えれた方がいいかなと思います。確かに、うんうん、話の会話が広がる。そうです、そういうところから友達できる、うんこともあると思います。うんうん、はい、ということでぜひ参考にしてください。じゃあ次気になる方、これも多いと思うんですけど、自伝と学習計画をどのような構成でどんな内容を書いたか教えていただきたいです。はい、自伝、まあ、ここはちょっとめちゃくちゃ詳しく言うと長くなるので簡単に言いたいんですけど、自伝はまあ自己アピール、自分の自己紹介をできれば自分の行きたい学科とかと絡めて、なんかこのことに興味があるとか、まあ、自分の家族のこととか、私は大学、はい、高校とかで頑張ったこと、クラブ活動めちゃめちゃ頑張ってましたとか、こういう成果を、うん、成果を、こういうことを学んだ、こういうことを学んでできました、こういうことをなんか優勝しましたとか、何かしら頑張ってきたこととかを
書くとか趣味とかを書けばいいかなって、自分の強みとか強みそういう、書いたらいいかなと思って、学習計画表、学習計画書はあのまずなんで台湾に行きたいと思ったのか、なんでその大学に入りたいのか、なんでその学部に行きたいのかで、まずその3つの理由をちゃんと書いて、その後大学1年生2年生3年生4年生でそれぞれ何をしたいのか、例えばなんか大学1年生ではこんな授業を取ってこんなことを基礎を身につけたいとか、大学2年生ではクラブ活動とかも頑張りたいとか、まあ、大体授業何取りたいかっていうのをカリキュラムとか見て、あのこういう授業をやりたいですっていうのを1年生から4年生まで書いて、なんか将来ビジョンを簡単に書きました。はい、はい、めちゃめちゃ分かりやすく教えてくれてありがとうございます。じゃあザンは中国語でめっちゃいい意味です。簡単にまとめると、自伝ではひたすら自分のことアピールして、自分こんなことできるしやってきましたっていうのをたくさん伝えて、で学習計画では、まあ、なんで台湾選んだかはもちろん、なぜこの大学を選んだ、なんでこの学部を選んだ、学部に入ってこれを学んで将来どう生かしたいっていうのを順番に書いていったらいいのかなと思います。はい、じゃあ次の質問が、入学までの中国語の勉強法ということで、みんなどうしていたか教えてください。私の場合はまずあの中国語の予備校行ってたんで、200時間くらいそこで勉強したんですけど、それ以外は自分でなんか実際に台湾人の YouTube 見るとかで耳鳴らすみたいな感じやったり、ちょっと台湾の人と交流するみたいなことしてました。自分は、高校最後の最後まで結構クラブの方をやってて、台湾に来る半年前ぐらいから、その半年間で1200時間詰めてやったんで、その予備校を自分も同じく予備校に通ってたんですけど、その予備校の授業にずっと追われてるって感じだったので、プラスアルファで自分でしたってことはなかったです。だからその分半年しか、同じ1200時間でも多分学んだ、詰めた量が違うので、来てから最初はちょっと大変でした。でも慣れます。はい、僕はもう、3年間ちょっとゆっくり中国語を学んできたんで、ほとんど何をしたっていうのがないんですけど、まあ、ずっとドラマを見て、そのドラマの、で聞いたことをちょっと発音してみたりとか、あと、で、なんかハロートークとか、ああいうアプリので、ああいうなんか国際で交流する、ちょっと会話するアプリみたいなので、中国語の勉強して、中国語で会話してみたりとか、そういう感じでやってました。はい、なるほど。ありがとうございます。結構平均的に見ても、1年から半年から1年ぐらい勉強、中国語勉強、まあ、台湾の語学学校もしくは日本にある中国語学校で勉強してから、台湾大学に来る学生が多いのかなっていうイメージがあります。で、まあ、普段の勉強としては、耳鳴らすためにドラマ、映画見るのが、まあ、みんなが言ってたみたいに多い印象です。じゃあ次の質問が、高尾大学を選んだ理由、こちら全員から聞きたいです。はい。私は学科で決めました。自分の学科のカリキュラム、いろんな学科のカリキュラムを見てて、その自分の学科のカリキュラムがすごいなんかいろんな学びたいことを詰まってて面白そうだなと思って決めました。自分は、高尾が気候がいいということなので、それがすごい好きだったのと、あとは、自分は結構流されやすいタイプだったので、台北とかに行っちゃうと、こうやっぱ友達と遊んだりしちゃうかなと思ったんで、日本人が少なめの学業にちゃんと集中できる環境に自ら飛び込んできました。僕は、まあ、先ほど言った通り、高尾はすごい、まあ、台北とかと比べて、すごい天気がよくて、僕スポーツが好きなんで、その外でスポーツできるっていうのと、あと、高尾大学はスポーツ施設がめっちゃ整ってたっていうのと、あとは学科管理学部の中でもアジア太平洋交渉管理学科という謎の、なんか謎大きい学科に、でちょっと面白そうやなと思って入ってみました。
なるほど。ありがとうございます。本当になんか、スポーツでき、公式のインスタグラムに、その、キャンパスツアー載せてるんですけど、本当に、スポーツ好きな子にはたまらない大学なのかなってすごい思いました。まあでも、はい。まあ、3人の経緯はこんな感じです。で、じゃあ次の質問が、最後3つが、入学前、奨学金の条件や金額、こちらスライド用意してくれているのでスライドともに説明簡単にしてもらいます。はい、まず真ん中の台湾の政府のやつは結構難しくて競争率が高いので、あのぜひ自分で調べてもらえたらなと思います。で、高雄大学の奨学金は条件は結構低めで、成績がだいたい75点以上だったら平均が申請できて、でもその金額が決まるのは学科内の順位で成績が決まる、あ、学科内の順位でもらえる金額が決まってくるんで、だいたいもらえるのが、まあ、1万円から8万円、最高でも8万円くらい1年 で毎年申請する形になるんで、1年コースなんで、あのまあ、1年間だけもらえる人もおれば4年間連続でもらえるっていう人もいるし、毎回順位によって金額が変わってきます。で、高雄市の政府のやつは結構ちょっと厳しめで、平均が80点以上で、プラスアルファで何かボランティア、何か政府が催したボランティアのをするとか、政府が催したイベントのボランティアをするとかでもらえる可能性があるっていうので、まあでもそれも最高月3000元、年に3万6000元なんで、だいたい1年で15万円くらい、最高で15万円くらいなんで、めちゃくちゃ高いわけではないっていう感じです。なるほど、ありがとうございます。多分高雄大学の奨学金と市の奨学金は毎年挑戦できるって感じだな。毎年、そう。毎年、挑戦できるけど、その併用、2つを併用することはできない。あ、なるほど。ここだけ。で、まあ、両方とも。毎年、じゃあ両方挑戦できるけど併願することはできないんで、まあ、皆さんの成績どれくらい得たかによって申請する方を変えたらいいのかなっていう感じです。はい、じゃあ次の質問が、トクフルは B1 以上が必要ですか？トクフルっていうのは台湾が行っている中国語の過去検定のことです。はい、トクフルの B1 以上が必要ですか？あった方がいいっていう感じで言っとくんですけど、別にもしなかった場合は、今の1年生でもなかった人いるんですけど、入学してから中国語の授業を受けないといけないってことになります。なので別にあればなおいいという感じです。もしで英語の学科だったら、また英語の中国語の検定じゃなくて英語の検定の証明が必要になってくるんで、それは見てもらえればいいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。まあ、B1 なのでだいたい真ん中ぐらいの CBA で難しい順番なので、まあ、B 真ん中の点数取れたらいいよって感じです、はい。で、次の質問が、申請期間および入試要項について詳しく知りたいです。こちらもしよかったらスクリーンショットしてメモしてください。はい、もう書いてる通りなんでスクリーンショットしてもらえたらなと思うんですけど、まあ、財務証明書っていうのは、まあ、銀行にこれだけちゃんとお金入ってますよっていう証明なんで、このお金払わないといけないってわけじゃなくて、まあ、こんだけ入ってますっていう証明書になります。早期申請はだいたい5月ぐらいに発表、そう、合否の発表が出て、一般申請がだいたい7月ぐらいかなに発表出るかなって感じです。毎年、結構ギリギリに決まります。じゃあ割ともう2ヶ月後には申請スタート。でもその2ヶ月後にはもう出発、入学やから結構もうギリギリっていう感じ。はい、皆さんスクリーンショットできたでしょうか？できたら次のページいきます。はい、はい、じゃあさっきまでの質問が入学前の質問で、次が学業について回答してもらいます。まず一つ目が勉強の大変さ、こちらじゃあ、はい、はい、まあ、勉強の大変さ、これは、まあ、個人
や学科にもよって異なるんですけど、まあどうでしょうか、効率が求められるのは結構間違いないかなって感じです。でどの学科でも言えるのが、まあ、1年生の時が一番必修科目の数が多いです。なので勉強する時間は、まあ、総じて多くなるかなと思います。で1年生から2年生3年生で上がっていくごとに科目数、必修科目数は少なくなっていくので、のでそういう部分では楽になると思うんですけど、一つの科目自体の質が高くなるんで、結構自分その一つの授業 に対しての勉強量がちょっと多くなるかなっていうイメージですね。自分の学科は結構その1年生の時から発表が多かった、グループで発表みたいなのが多かったので、まあその絶対に話さないといけない時とかは、やっぱ自分の最初は中国語に自信もないので、そういうのが結構ストレスというか、まあ、大変だなって感じるところではあったんですけど、まあそのグループの人たちもみんな、先生たちも日本人って分かればみんな優しくしてくれるので、そこはこう、ごますって。ごますって。本当に勝手に仲良くしてくれるんで、大変は大変なんですけど、しっかり自分がその真面目に取り組めば、絶対周りの人が助けてくれる環境だと思うので、はい、頑張ればいいと思います。なるほど、ありがとうございます。ちなみに、2人は大体どれくらいで、なんか中国語を聞くのとか慣れてきました？授業の内容とか。授業の内容、どうですか？まあ、最初の1学期はちょっとしんどかったかなって感じで、2学期目からは、まあ、友達ができたっていうのもあるんですけど、友達と一緒にやることもあって、すごく楽になったかなってイメージです。自分は、自分だけの実力で見るなら、1年間丸々は結構きつかったです。やっぱ、聞いたことないと固有名詞というかは、やっぱり聞いても全く何言ってるかがわからなかったんで、まあ、あとはそういうのはしっかり写真とか撮って、後で自分で調べて、みたいな感じで、まあ、なんとかなる範囲だけど、1年間ぐらいは、あまり理解はできてなかったような感じです。うん、なるほど。実際私も1年ぐらいは本当に苦しかったんですけど、多分2人もすごい努力してここまでやってこえてると思うので、本当に努力次第で変わることができるので、あんまり心配しなくても大丈夫なのかなとは思います。はい、じゃあ次の質問が、通われている学科の主な授業内容を教えてください。こちらじゃあアジア太平洋管理学科通ってる翔也くんと健康レジャー、合ってる、健康レジャーの2つの具体的な授業説明お願いします。僕はその、アジア太平洋交渉管理学科は、いわゆる企業管理っていうので、日本でいうと経営学、グローバル経営とかそっちに位置づけがされるかなと思います。で、1、2年生は統計だったり会計、あと微積分とかそういう数学系に触れて、それと、あと、何でしょうかね。東南アジアとか東アジア、まあ、日本や台湾を含む、そこら辺の文化や特徴をちょっと触れながら、マーケティングとか経済学を学びます。で、3年生以降は、その1年、2年生で学んだことを応用して、自分で、この課題、こういうことがあったら、それに関してどういうふうに答えを出すかっていうのを分析方法や、その、分析とか自分でいろんなことをこうして考えて、発表するっていう形の授業が多くなってきます。で、なんか1、2年生がテストが多めで、3、4年生がレポートとか発表が多めっていうイメージです。で、でも、どの授業にもすごいでかい本がついてくるので、先生が何を言ってるのかわからんときも、まあ本読めば、文字さえ理解できればなんとかなるっていう授業もあるんで、まあなんとか、まあ大丈夫かなって感じですね。本はちなみに、本はちなみに、中国語の本と英語の本、その科目によって違います。なるほど。英語の方がちょっと多いかなって感じです。ありがとう。はい、じゃあ次、さつきの学科。運動健康レジャー学科なんですけど、まあ、スポーツ健康の方とレジャー健康の授業があって、スポーツの方だったら、まあ、スポーツトレーナーになるために必要な知識を身につけるっていう感じで、結構実践的な授業が多くって、マッサージとかテーピング、
あと人体構造で筋肉の勉強をしたり、あと AED のやり方とか、うん、傷の手当てだったり、なんかエアロビーとか実際に体を動かす系の筋トレとかの授業もあったりします、うん、で、まあ、健康やったら、まあ、栄養学とか心理学っていうこともやってて、レジャーってなると観光系、あと、うん、実際にあったんで言えば、近くに小学校があるんですけど、そこの小学校の子たちを大学のこうキャンパスをこうガイドツアーみたいな感じで高尾大学を紹介したりとか、まあ、どっちのスポーツの方とレジャーの方、どっちも結構そういう実践を通して話していくっていう授業が多いので、座学、まあ、ずっと、そのまあ、必修とかはどっちかっていうと座学が多くて、自分で選べるやつは、実習的な。実践的な授業内容が多いと思います、うんうん、なるほど、ありがとうございます。なんか特に2つともなかなかない学部だなと思ってて、特に太平洋アジア管理学科はその東南アジアとかに興味ある子には最適な学部なんじゃないかなと個人的には思いました。気になったらぜひチェックしてみてください。 Yes。 はい、じゃあ次が生活についての質問で、一つ目、高尾の物価と1ヶ月の生活費どのくらいかかりますかということで、高谷くんこれどうですか。はい、まず前提として、まあ、さっき高尾は南部の方にあって台北は北の方にあるっていうのがあったと思うんですけど、まず基本的に南部の方は全体的に、物価が安いです。で、まあ、その中でも、まあ、特に高尾は一応安いかなっていう感じで、まあ、生活費はだいたい1ヶ月で1万件、1万台湾ドルで日本円で4万円ぐらいかなっていうふうに思います。私はだいたい2から3万円くらい、2、3万くらい。円や。2、3万円くらい。うん、ああ、2、3万円くらい。結構。人によるかなっていう。食費は毎日、1日600円くらい。200元、150元。150とか。はい、あ、結構じゃあ抑え、まあ、台北がどのくらいかちょっと抑えようと思えば結構抑えれるのが、まあ、高尾の生活かなっていう感じで、僕はスポーツとかしてるので、うんうん、まあ、スポーツに関するお金、まあ、遠征費だったりとか、あと、まあ、自分で体鍛えるためにジムとか、あと、まあ、ご飯も結構食べないといけないんで、うんうん、まあ、それに応じてちょっと多くなるんですけど、それでも日本円でいうと5万円あれば生活、うん、まあ、ね、家賃は別として5万円あれば楽しく暮らせます、うんうんうん、まあ、という感じで結構人によってバラバラになってくるので、とりあえず高尾は物価が、はい、まあ、安いということだけ押さえておいてもらえればなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次が高尾の気候について教えてください。で、高尾は、暑くてほぼ晴れてる、うん、これに限ります、はい、で、まあ、冬今、まあ、この時期は、まあ、朝晩は結構肌寒いぐらい、まあ、冷えますけど、まあ、20度昼間は20度前後ぐらいかなって感じで、まあ、冬も過ごしやすいかなって思います。ただその点夏はやっぱりずっと晴れてるんで日差しがすごい強いので、日焼け対策は必須かなというふうに思います。はい、で、海南との違いということで、まあ、台南と高尾は、バスで、あ、間違えた、バイクとかで1時間弱ぐらいで着くので、気候の変化とかはないです。そんなことぐらい。うん、ほぼ一緒です。変わっても1度とか、全然変わらんぐらい。なるほど。まあ、でも、だから僕、今学期、雨1回、2回見たかなっていうぐらいのイメージです。あ、そんな少ないんだ。こっちの楽器は、こっちの楽器で、その次の楽器はちょっと、たまに雨季があるかもしれないけど、雨季があって、ゲリラがの雨はすごいですけど、まあ、それが過ぎれば全然、今楽器はほんまに少ない。ああ、過ごしやすいです。暑いですけど、羨ましい。私台北の大学行ってるんですけど、結構晴れが少ないかなって思います。で、大体台北で曇ってて、でその日に高尾行ったら基本晴れてるし。うん、あ、なんか、あ、晴れ、常に晴れてるのめっちゃ羨ましいなって思います。あとは太陽の距離もすごい近いなって。違え、ちなみに半袖の時期どれくらい？今も
今もお昼なら全然半袖で行けます。あ、そう、あ、そうなんや。でも、まあ、5時を過ぎるとちょっと寒いかな。朝晩だけ上着羽織って今はまあ半袖で行けるかなと思います。年中半袖出しといても、まあ、上着を着ればいいかな。ほとんどアウターを持ってくる必要はないかもしれないです。まあ、じゃあ結構ここは台北と大きな差なのかなって思います。台北結構アウターとか必要なので、はい、高雄の気候はこんな感じです。じゃあ次がさっきもチャットで質問あったんですけど、日本人留学生数と学生同士のつながりについて、こちらどうですか。うん、日本人留学生が今、1年生から4年生の全学年合わせて19人です。で、まあ、この大学に比べると、まあ少なめかなという感じです。まあ、ただその分、横の同期とのつながりとか、先輩後輩と縦とのつながりも、とても深くなります。はい。で、まあ、日本人同士でこうめっちゃ頻繁に集まったりとかするわけでは、まあ、ないんですけど、ちゃんとちょくちょく、まあ、1ヶ月に1回とかのペースで集まって、まあ、最近のことこう交流したりとか、まあ、テスト前に一緒に勉強したりとかして、まあ、人数が少ない分お互い助け合って、ほんまに仲良くやってるんで、非常に、過ごしやすいんじゃないかなって思います。はい、ありがとうございます。こんな感じです。はい、じゃあ次の質問が寮の様子を知りたいです。こちら寮の写真も用意してくれているので、それと一緒に簡単に紹介お願いします。まず、写真見てもらったらいいんですけど、左下の写真の方が、ちょっと古い方の第一宿舎になります。で、右下の写真が新しくできた方の第二宿舎になります。で、まあ、第一宿舎の方がちょっと値段は安くなります。で、寮費が1学期1万台湾ドル以内ということで、4万円、うん、日本円で4万円ぐらいになります。はい。で、タイプは、4人1部屋です。で、まあ、インターネット、Wi-Fi もついているので、まあ、パソコンとかも普通に、まあ、携帯とかも使えますということで、で、また公共施設っていうのが、まあ、ロビーにテレビとかビリヤードとかピアノも、まあ、置いてあるので、使いたければ使えます。で、まあ、ランドリー、冷蔵庫、ウォーターサーバーなどなど、まあ、こういう生活に必要なものもちゃんと置いてあります。で、お風呂とトイレは部屋の中についてる。で、一緒の空間にあります。共同なんで、そこはちょっとまあ、最初は慣れる必要があるかもしれないです。はい。はい。1学期1万円。1万円台湾ドルなので、割と安い、すごい安いなって思うのと、あと、まあ、ビリヤードとかピアノ置いてる量なかなかないと思うので、それもすごい特徴的だなって思いました。ちなみに、高谷くん、1年生と何人がルームメイトでした？最初の学期が、2人中国人の交換留学生の子で、もう1人は同じ学科のマカオの子でした。はい、珍しい。他の2人は、さつきとか。さつきは、台湾人、3人台湾人で、自分1人日本人でした。じゃあ、翔也。僕も台湾人3人と僕1人で、で、1人は、その台湾人3人のうちの1人は、僕と同じ学科の、同じ同級生で、一緒に学校に、一緒に授業に行ってました。じゃあ、結構、日本人同士が同じ部屋になるってことは、少ないのかなって感じ。そう、基本的には少ないです。コロナでその何ですか、入居時期が日本人だけ遅れるとかになれば、日本人だけで集められることもあるみたいです。まあ、相談したら変えてもらうこともできると思うので、何か、まあ、困ったことあれば全然言ってもらって大丈夫かなと思います。結構融通聞くと思います。じゃあ結構安心できる。はい、こんな感じです。寮の様子。で、次の質問が留学について最後のパートです。皆さんリラックスして聞いてくださいね。で、次、はい、質問が高尾大学入学前と入学後のギャップはありましたかっていうことで、翔也から。僕はまあ生活面で言うと、高尾大学入学と入学後のギャップで言うと、やはり学部間の移動、が結構こんなに歩くんやっていうのがギャップやったのと、あと外も高雄は結構台湾の中では都市なんですけど、交通は
どちらかというとバイクとか車がメインになるので、そこら辺はちょっと日本と違うのかなっていう、まあ、日本、大阪とは違うのかなっていう、違うかったなっていうイメージ、ギャップがありましたね。うんうんうん、じゃあ、さつきちゃんはどうでした？授業面で言うと、うん、最初のイメージでは結構台湾の人、うん、生徒はめちゃくちゃ真面目で、みんなちゃんと授業を聞いてて、めっちゃ前の席とか座るんかなと思ってたんですけど、意外となんか寝てたり、席後ろに座る人もおったりして、まあ、学科とか学校に全然よるんですけど、まあ、意外と日本の大学生と変わらない部分もあるんだなっていうふうに、まあ、思ったのと、あと自分の学科はいろんなことを勉強できるからいいなと思ってたんですけど、いろんなことを勉強できるけど全部広くちょっと浅めっていう感じで、なんか一つのことを深く専門的に勉強したい人にとってはちょっと物足りてない、うん、なんかもっとこのことを勉強したいなっていうのがあっても、あ、意外と浅いとこまでしかできひんねんなっていうのはありました。はい、なるほど。まあ、これが、まあ、結構入学前と入学後でギャップあったのかなっていう印象です。はい。じゃあ次の質問が、国立高尾大学だからこそ経験できることはありますか？はい。僕はこの国際事務所の幹部になってたんですけど、もうこの幹部になれれば、まあ、予算の都合が合えば大きいイベントとかも自分で主催できるので、これはいい経験だなと思います。あと、それに外国人のスタッフと一緒にやっていくので、すごい外国人の人数は少ないかもしれないですけど、一人一人のとの仲が、すごい仲が深くなるかなと思います。だから僕たち3人全員外国人の親友がいるんで、そういうところもいいところかなと思います。ちなみに何人のこと仲いいとかある？僕は、まあ、一緒に住んでるっていうのもあるんですけど、マレーシア3人とめちゃくちゃ仲いいです。自分はさっきも言った最初のルームメイトやったマカオの人とも超仲いいです。おお、めっちゃいい。超仲いいです。なんか外国人が外国でなんか何かの幹部するっていう経験できるのなかなか少ないと思うので、そこは一つの大きな魅力なのかなってめっちゃ思います。じゃあ高谷くん、なんか ありますか？そうですね、自分のどうしようどうしようどうしようそっち下でいいと思って、でもやっぱりこの T シャツ、今この2人自分たち幹部をやれば、基本的に2年生の時にその幹部をやれるチャンスが回ってくるんですけど、これをすればこういう幹部の服みたいなのが、もらえるんですよ。だからその本当にすごくなっちゃうんですけど、やっぱりこの人数が少ないからこそ この国際事務所でのこのイベントっていうのがすごい本当に楽しくて、台湾人まあ、あまり参加、基本的に少なめなので、参加することもあるんですけど、だからこそ、みんな中国語を、第一言語と、母国語じゃない人も多いので、だからこそ、逆に自信を持って話したりすることも、台湾人と話すときよりは自信持って話せるってことが最初の方あったので、というところもすごい魅力かなと思いました。外国人のお家みたいな感じ。ここまで話聞いてて、本当に外国人同士の輪が広くて仲いいんだなっていう印象をすごい受けてます。じゃあ次の質問が、大学生活で一番楽しかったことは何ですか？なんか思い出に残ってるやつとかあればぜひシェアしてください。僕は、野球部に所属しているんですけど、野球部は年に3個か4個ぐらい大会があって、その一つでの大会で、まあ、全国の16強ベスト16ぐらいまで勝ち上がった時はすごい楽しかったです。楽しかったし嬉しかったです。自分も活躍できたのでその時は。自分はソーラン節を
披露する機会が、日本人で披露する機会があったんですけど、国際カーニバルの時に。それをみんなに振り付けたり、いろいろ構成練ってみんなで集まって練習したりっていうのがすごい楽しかったです。あとはなんかちょこちょこなんかボランティアとかで、なんか障害者施設の学校に行ってみたり、国際イベントとかになんか参加してみたりっていうので、普通に楽しんで、なんか、イベントのこととかにすごい参加したのがすごい楽しかったです。自分は、学科の、そのレジャーの方をメインで勉強しているので、その授業の中で、近くに小学校があるんですけど、その小学校の、子たちを、自分たちが、この大学が広いので、いろんな、まあ、オブジェクトとかもあるんですけど、そういうのをこうツアーするみたいな感じの、体験があったんですけど、結構その小学校の、子たちと、何ですか、コラボ交流することが、あったので、日本語を小学生に教えに行ったことも、その授業の中であったりしたんで、まあ、そういうのは本当にその、違う国の小学生と関わる機会ってほぼ授業以外で、それ以外でなかったので、それはすごい新鮮で、うん、今でもやっぱり印象に残ってることです。なるほど、それぞれいろんなジャンルでの思い出があることすごい伝わってきました。はい、シェアありがとうございます。じゃあ残り質問2つとなりましたが、次がこれまでの先輩方、台湾人日本人の卒業後の進路はどんな感じですか？はい、大学、この大学はまあ歴史もまだ浅いっていうので、まだ日本人の卒業生がまだ出てないので、まあ、僕たちの代が最初になるかなっていうのがあるんですけど、なので、まあ、日本人の進路というのは、まあ、まだ何とも言えない感じかなと思います。で、台湾人に関しては僕の学科で言うと、僕の学科以外でも台湾人はどちらかというと大学で基礎を学んで大学院で応用、それを応用するという形が多いので、まあ、大学院に行く人が多いかなという印象です。で、僕の別の大学の先輩とかに聞いた話だと、管理学とか学んだ人は、まあ、貿易関連の授業に行ったり、あとは、まあ、そこで英語とかも強い人は、英語とか、あと、パソコンとかに強い人は IT とか、そういう感じの企業についている人が多いです。あまりそんなに大きい会社に行ってる人とベンチャーに行ってる人も半々ぐらいかなというイメージです。台湾人。いや、これは日本人の、別の大学の先輩。同じ。なるほど、なるほど。学科が似てる先輩の話だと、っていう感じ。確かに。台湾人は本当に進学続けて大学院行く子がめっちゃ多い印象、うん。これは多分他の大学でもそうなのかなって感じです。うん、で、日本人だと私の周りも台湾に残る子は割と少なめで、結構日本に帰る子が多い感じです。やな。うん。うん、そうです。はい、じゃあ最後の質問が、皆さんの将来ビジョンをお伺いしたいです。こちらじゃあ順番に。僕はもう、次の6月で卒業にして、それまでに就職活動をして日本で就職しようかなと思ってるんですけど、僕のまあビジョンとしては、まあ、台湾に住んでて、台湾っていうのはまあ東アジアの中とか、アジアの中では結構先進国なんですけど、その中でもまあガスが通ってないところがあったりとか、水不足、電力不足とかもあって、まあ、インフラがまだ日本に比べるとまだ整ってないなっていうのがあったんで、まあそういうのを、そういうインフラで国際貢献できたらなと思い、インフラ系の電力、エネルギーインフラ系の会社に入りたいなと考えています。なるほど。うん。私そんなに専門的な話はできないんですけど、今、中華系のマレーシアの人と付き合ってて、まあ、なので、まあ、来年卒業なんですけど、まあ、話し合って、まあ、だから、まあ、それの関係もあって、今後、どこに住むかはまだ、なんか、考えているので、なんか、まあ、台湾か、日本
でとりあえずは考えてるけど、まあそれも結構関係してくるかなと思うんで、まだまだ話迷う見てっていう感じです。うんうんうん、とりあえず今のところは日本に行く可能性が高いかなって、日本で働こうかなっていうふうに思ってるっていうくらいで、まだまだ細かいところは決めてない感じです。はい。自分は日本の女性の方とお付き合いさせていただいているので、まあ、とりあえず、まあ、渡っておき、自分もとりあえずは日本に、帰る予定だと思います。ただ、一応そのコロナがない状況だったら、まあ、お金、ある程度バイトとかして貯めて、アジアの、まあ、旅というか、したかったんですけど、まあ、この状況なので、それができなければ、まず、とりあえず日本に帰って考えるって感じで、まあ、一応まだ先輩方と比べて3年生なので、これからまだ、考えないといけないんですけど、まだ時間はあるので、ちょっとたっぷりと時間をかけて考えていこうと思っています。はい。俺だけ彼女おらんやつ。なんかまさかの報告。まあでもそんなに。公開見かな。うん。4年間で自分のビジョンを見つけて何がしたいかっていうぼんやりしたところから少しずつ見つけていければいいのかなってすごい思います。うん、私もまだ曖昧な部分がすごい多いんで。はい。まあ、じゃあ以上が事前質問でした。回答ありがとうございました。お疲れ様。はい、じゃあ早速、途中でいただいた質問に3人に答えてもらいたいと思います。あと今も質問出てきたら何でも聞いてください。はい、何でも。1つ目が、言語系が強いとのことですが、大学に入っている方は3カ国語は普通に喋れるのですか？どう？日本語、中国語はできると思います。日本語、中国語はまあ確実にできるようになります。日本語はまあできると思うと。まあ英語は人による？英語は学科による？僕の学科やと、まあ、僕は全くあんまり喋れないんですけど、まあ、教科書が英語のことが多いんで、大体見ればわかるかなっていうのと、あとイベントの時にもうやむを得なく片言英語を喋り続けた結果、なんとか勇気はつきました。まあ自分次第やと思います。どんだけ、まあ、授業、いろんな英語の授業とか取るかとか、いろんな外国人と関わるか、全く関わらんこともできるし、めちゃくちゃ関わろうと思えば関わることもできるから、うん、まあ、全然全然英語できないっていう人もいっぱいいるし、できるっていう人もいるので、なんか、まあ、自分次第、人によりって感じかなって、全然3カ国語喋れるわけではないと思います。でも、韓国語学科に、学科にして入ってる人たちは韓国語も喋れるようになってるんで、みんな。確かに。それでも3カ国語。確かに。言語系の学部行けば、3カ国語喋れるようになるよ。そうね。南部なので、台湾語をちょっと理解できるようになります。ああ、それもある。結構台湾語知ってたらめっちゃびっくりされるよ、台湾人。台湾語をちょっと喋れると台湾人はマジ明るくなります。うんうんうん。はい、じゃあ次の質問、来てた質問が、自伝は中国語で書きますか？はい。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 英語で書いたりはしない？そういう学部？そうか。あ、ないかな。まあ、英語の学科の場合だけその英語で、まあ、他の学科はもう中国語になります。Google翻訳でも使って頑張ってください。台湾の人に確認してもらって。うん、そうですね。あとは私の場合だと、語学学校の先生に添削してもらったり、英語だと高校のネイティブの先生に最後、自伝の文法とか合ってるか全部チェックしてもらいました。いろんな人のなんか見してもらって参考にするのはいいかなって思います。うんうん、あ、確かに。どういう感じで書いてるとか、ぜひ参考にしてみてください。で、次が日本人。管理学科ではどのような授業が多いですか？管理学科ではどのような授業が多いですか？はい、管理学科は、まあ、基本、この先ほども言ったように、まあ、会社とか企業を管理するっていうのを目的な学科なので、学部、管理学部っていうのは、基本は
経済やマーケティングがメインかなと思います。で、この経済、マーケティングをどういう、まあ、学科ごとにどういうふうにその勉強していくかなんですけど、例えば、データ管理とかやとパソコン系を使った管理方法。で、僕たちのいる学科やと、マーケティングとか、消費者の行動を見て、行動を見るとか、そういうふうの、そういう分析系の、授業が多いって感じですね。その管理学部の中でも、学科によってちょっと異なってくると思います。学校の名前入れて、高尾大学、カリキュラムを、中国語で入れてもらったら、カリキュラム調べることできるんで、学科ごとに。1年生から4年生までどういう授業があるかっていうのを見ることができるんで、結構それも、高尾大学だけじゃなくて、いろんな学科のカリキュラム見てみたらいいんじゃないかなって思います。今、発表されました。でもこれ、クイズの方がいいじゃん。高尾大学。まあ、僕の学科で言うと、本当に東南アジアとか、アジア、その東南アジアとか東アジア、この日本、台湾含めての、例えば日本の文化とか、日本人の民族性とか、あとマレーシアの宗教とか、まあ、宗教に関する食べるものとか、そういうのも関わってきて、あと多民族国家であったり、そういうことも含めて、じゃあどういうことを、じゃあこういうマレーシアではこういうものは売らない方がいいよねとか、そういう感じのことも勉強したりします。ありがとうございます。他に何か質問はありますか？ぜひあればそのままマイクオンにしていただいて聞いてもらってもいいですし、チャットでもお待ちしてます。全然どうぞ。全然大学のことじゃなくてもその生活のことでも、うん、台湾に来ることへの不安とかでも何でもいいですよ。じゃあもし何か質問出てきたらそのまま記入していただいたら後ほど回答いたします。じゃあ先に3人から順番に今日聞いてくださった皆さんへのメッセージを。じゃあ僕から、はい、僕は正直、台湾、まあ、僕は台湾に留学してるんですけど、まあ、台湾に留学するのも台湾に留学することも日本に留まって日本大学進学したり、あと他の大学に行くこともまだまだその選択肢があると思うんですね。でその選択肢の中で今自分、将来何になりたいかがもしあるんならそっちの方向に進むべきだと思いますし、でその、まあ、将来何になりたいかが明確じゃなかったら今何をやりたいかっていうところを明確にして、でそれからまあ見えるものがあるんじゃないかなと思います。で台湾で言うとすごい、まあ、この大学で言うと、結構日本人のみんな優しいし、まあ、国際事務所のみんなも優しいんで、すごいいい大学ですよっていうのが最後の僕のメッセージです。はい。さっき言ってたみたいに、まあ、自分の好きなことをなんか突き詰めるのはいいなってめっちゃ思います。何かやりたいことなかったら、今興味があること、一番興味のあることとか学んでみたいこととかを、まあ、やってみるっていうのはいいと思うし、全然後で変えようと思ったら変えることできるんで、でまあ学校も、まあ、いろんな高尾大学だけじゃなくて、ほんまになんかいろんな学校の話とか聞いて自分に合うか合わないかってそれぞれやと思うんで、自分で判断して自分に合うところを見つけていってもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。絶対にここがに行かないととか、うん、絶対に台湾とかそういうわけじゃないと思うんで、自分で考えてもらっていいんちゃうかなって思います、うん、はい、はい、まあ、最初自分も、台湾来るの決めた時も、まあ、漠然と留学したい、海外行きたい、海外で生活してみたいぐらいの感覚でこっち来てから、まあ、いろいろそれなりに次したいことっていう風になってるんで、まあ、そんなに難しく考えすぎずに、まあ、自分のしたいことで、自分のしたいことやったら多分、頑張れると思うんで、ある程度の努力とで楽しむときは楽しんでっていう、そういうメリハリ持って、自分のしたいことやってもらえればなと。でまあ自分まだ3年生なんで、多分高尾大学に来るってなったらいると思うんで、その時はよろしくお願いします。はい、3人の方メッセージありがとうございます。
留学もできますか、まあ、2つ質問来てるから留学もできますか、できます。結論から言うとできます。で、東アジア文学、だから韓国語学科、日本語学科、でベトナム語学科は、そのカリキュラムの中に留学が含まれてる、ます。含まれてる。基本的に3年生で留学行くことになってます。その東アジア言語学科の人たちは。まあ、コロナの関係で行けない人も結構出てるんですけど、基本的には、まあ、行かない選択もできるんですけど、大体の人は3年生で、その学科の人たちはみんな留学に行きます。まあ、皆さんが3年生になる頃には、まあ、コロナも収まってると信じてます。高尾大学、姉妹校で調べたら、どこの大学と提携、組んでるかとか見れるんで見てみてください。あとそうです。日本語学科に進んだからといって日本に留学しないといけないっていう規定はないんで、うん、どっかの国に、うん、どっかの姉妹校に留学するっていうことができるんで、うんうん、そこら辺の制限がないところもいいところかなと思います。うん、ダブルディグリーに関しては学科によるっていうところが正直なところ結構難しいって難しいと思います。しかもなんか入った時にからもすでに決めてそうあおいた方がいいし、そのすぐに先生とかにも言ってダブルディグリーしたいんですってもう入った時には言っといた方がいいと思う。なんか結構台湾の大学どの大学でも意外とダブルディグリーしてる人ってほんまにめちゃめちゃ少ないんちゃうかなっていうふうに思うんで、うん、結構ダブルディグリーをするってなるともう最初から決め込んで4年間、自分たちが4年間で取らなあかん単位を 3年間で収めて、プラス2年で外国に行くっていう、その他の国に行くっていうのが形になるんで、それも4年生の授業は大体4年生にしか取れないので、それを先に先生に話しておかないと、3年生の時に4年生の授業を取らせてくれないっていう状況が起こるんで、まあ、なんか入学前に先生、その大学の先生とか、まあ、その大学に、メールとか送って確認してみるのが安全なのかなっていいかなって思います。僕の学科としては一応ダブルディグリーもできるよというふうには書いてます、うん、してる人を見たことはないです、うん、確かに外国人が海外でまたダブルディグリーとなると結構難しい部分はあるのかなって思うんですけど、うん、まあ、最初のうちから絶対取りたいって決めてるのであれば早めに先生にチェックして取れるようにしていったらいいのかなと思います。で今チャットの方にダブルディグリーについて送ってくれているのでぜひこちら確認してみてください。東アジア学科以外の学科でも3年生の時に留学ができますか、うん、できます。じゃなくても3年生じゃなくてもできます。できる2年生でもいいし、まあ、半年前に申請の期間があるんで申請しとけばできますが、まあ、カリキュラムとは別になるんで、その行ってる間の必修が取れないので、別の学年の時に取る必要があるよっていう。計画性を持ってやれば全然大丈夫かなって。ね、まあ、管理学部とかは必修が少し多いので、まあ、あとあとちょっとしんどくなる可能性があるっていうことは、まあ、あります。はい、ということです。他に何か質問ありますでしょうか。もしなければ、一旦これで終了とさせていただきたいと思います。本日本当に、7時から、6時からご参加してくださり、本当にありがとうございます。またゲストスピーカーの皆さんも、すごい細かいところまでたくさん答えてくださって、本当にありがとうございます。今日のイベントで少しでも高尾大学とか台湾の大学に興味を持ってくれたらなと載せる思います。ちょっと待って。あと最後にアンケート URL も今チャットに送ってるんですけれども、今日のイベントどんな感じだったっていうのを今後生かしていきたいと思いますので、ぜひ記入をよろしくお願いします。お願いします。ちょっと待ってもらおう。うん。でも今記入中じゃない。記入中かな。もし今待ってな口袋もしその質問があれば、まあ、僕たちのインスタを
あの今から後であのコメント欄に載っけるんで、コメント欄に載っけるのでそこからアクセスして、アクセスしてそのまま聞いてくれれば、フォローして何でも聞いてください。もう事前に、ちょっと待ってください。何か質問があれば3人がインスタ教えてもう。この貼ってるので教育大学の国際センターにメールで問い合わせていただいたら、多分大学に関する質問は何でも答えてくれると思います。ぜひ活用してください。何かあれば、何かあれば、なんか持っといて興味があれば。まあでも確かにいろいろ乗っけて生活のこととかは分かるかもしれない。うんうんうん、ストーリーとかぜひチェックしてみてください。多分みんなの台湾でどうやって生活してるとか見れると思うので、でもしアンケート記入終わって質問何もない方はそのまま退出していただいて構いません。改めて本日は聞きたいワン高尾大学のイベントに参加してくださりありがとうございました。ありがとうございました。まだ書いてくれてる。ありがたい、ありがたい。どんな絵か分からない。シビアなフィードバックを持ってます。シビアなフィードバック。ちなみに3人は今日授業ありましたか？ありました。ありました。9時から。卒論でした。4時。9時、4時。3時か。4時？ 9 時、4時。自転車やろ？自転車の授業を。自転車の授業。はい。自転車です。自転車こぐだけっていう。めっちゃ幸せな授業。卒論をちょっとサボってきました。卒論な、大変よ。ちなみに、俺卒論話、今の僕のこの学科の最後の集大成なんですけど、うん、卒論は、僕のテーマは、台湾でのトヨタのハイブリッドの動向を、分析してます。その市場の動向を分析してます。で、そうですね。だからテスラとか電動系との比較とか、今のガソリン車との比較、で、トヨタ以外のハイブリッドを売ってるところとの比較とか、そういうのを分析と、消費者の行動とか、そういうのから、まあ、論文を作ってます。結構面白いです。それって一人でやるグループ？いや、グループで6人で1つで、で、1人教授がついてくれて、毎週やってる。1年間で最後、4年生の時に、3年生の後半から4年生の前期で、1年間で卒論を作ってます。あ、じゃあ本当にもうすぐ終わりって感じか、集大成。集大成、まあ1月に発表があるんで、頑張れ。参加ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。でもあれちゃん、自分のもあれしてないよ。影じゃないよ。これフォローしてて言っときながらさ、許可しフォロー来た。ありがとう。ありがとうございました。ずっとこっちばかりでしょ。な、こっちやね。こっちやね。俺見えてるんですか。これが中間ぐらいの中間子供ここどうやそれあそうなんかこれ誰も見てない。はい、じゃあ本日はあ
多分リノさんポストから。大丈夫かな。あ、イブさん他に何か質問ありますか。